なぜかソファーからトゲが出てるなぜなのかしら。やっはらーみなさん、こんにちは、みやびんでーす。え、待って、本当なんだよこれ今実話なんだよ。54321で今起こった事件なんですよ。<laughs> 今の気持ち悪いな、自分。はい。今日は、えー、 YouTube のレビュー、レビューアーのあり方、レビューのあり方、レビューの仕方。ひもじいです。よろしくお願いします。やーめーてやーめーてやーめーて <laughs> あの、それ過去やってるタイトル。あ、そうだっけ今時のレビューについて、ね。今時、ま、のレビューについて、ね、失礼しました。<laughs> 全然違うんでね。まあ、結構あの、うん、もう、 ムカついてんのとなんだかなっていうのがあるんで途中からエキサイトするかもしれませんがまあツイッターではねまあだから結局休んでるってことは語り動画を撮ってないっていうことはあのまたツイッターで毒を吐き始めるわけです今までツイッターで毒を吐いてない最近ね全然おとなしいじゃないですか毒吐いてくださいよって蝶さんからも言われるんだけどその理由は語り動画で毎日 毒吐いちゃってるから、ツイッターで毒吐く必要がないんだけど、それ止まったから、ツイッターで毒吐いて、で、まあ、語りでも言いますよって,って言える範囲で言いますけど。まあね、今時のレビューね。まあ、レビュー屋さんでもいいんですけど、まあ、皆さんもう一回ちゃんと説明しますけど。まあ、そうですね。これは、うちに来てる実例も含めますが、まあ、うちの会社、ホールディングス形式は取ってないですが、 えー、うちに入っていたスタッフはみんな独立させてしまうので、えー、コングロマリットって言って、まあ、企業集団状態になってます。うん、だから、まあ、ホールディングスと変わんないんだけど、うん、うちがてっぺんにいて、もういろんな、もう建設会社からもう,うちにできないことないので、うん、家も建てられるし、うん、えー、ネットもできるし、うん、で、広告代理店もいるわけですよ。うん、何社も。で、ネットの広告代理店ね、結構デカめのやってるやつもいて、 当然うちのグループなので、えー、仕組みも知っているし、えー、ど,のどこにどういう案件が出ているかという、あのー、リストも当然持ってるんですよ、うん、ただジャーナリストだし記事にする以外は出さないしモラル持ってるんで、まあ、NDA 契約は結んでないですが、あのー、ガーシーじゃないんで、うん。 誰がこうですよとか言うことはしません。うん、企業名も人の名前も出さないですけど。<laughs> で全部裏知ってるので。で、まあ、なんでまた話そうかなと思ったのは、こんだけうちね、あの、てか俺はもうあの日本の企業に限るけど、日本の企業とか広告代理店、メーカーのもうブラックリストに入ってると思ってた、うちのチャンネル。と、うん、思ってたんですよ。うん 来るんですよね、うん、しかも大手とかの製品を、うん、広告代理店さんから。で皆さん勘違いしてほしくないこれみんなね YouTuber でも分かってない人多いんですけど、えー、基本的に僕らの僕らってしちゃいけないのかあの、まあ、広告代理店とかマーケティングとかそっちでは特にネットのインフルエンサーとか使う中で案件と呼ばれるものはお金が発生しています。うん 提供は案件として扱ってません基本的に物品提供は、うん、案件って言われたらお金出てます、うん、なので製品が提供されてお金も出てるっていう状況は案件ですはいでなのでそんなねこんなね忖度しないまあ忖度しないって言ってるけどしてんだろ案件受けてんだろって言われてますけど、えー、う,ちもうちもね <laughs>、うん、これでもね <laughs> でも業界から切られてるじゃないですか。うん、もうあの本当にダメなものはダメっていうし、うん、ぶっちゃけるから。で絶対言うこと聞かないから、うん、来るんですよ、うんで。ちょうど来たんですよ。で丁重にうちは視聴者最優先であの実際にお金払って買ってくれる視聴者さんが最優先のチャンネルで忖度ゼロでダメなものはダメっていうし。 事前チェックもすべてお断りしてるんで、申し訳ないんですけれども、あの、お断りさせていただきますって、丁重にお送り、返信したんですけれども、まだ来んだ、と思って。だから何が言いたいかっていうと、うちがっていう話じゃなくて、ちょっとレビューに関して皆さんよく、これね、強制でも何でもなくて、誰が悪いも言いません。自分たちで判断してください。<coughs> 仕組みを言いますんで。 えーね、案件レビュアー、案件レビュアーとかいう言葉が一時期流行りましたけれども、うん、もうほぼ有名な方たち、あと何万人も登録者いる方たちは案件です。うん、が多いです。全部が案件じゃないですけど。ただ、その案件の仕組みというのは、まあ、各社、広告代理店とか、あとでかいメーカーだと、 あの企業の中に別会社でマーケティング専門の会社があったりとかしてそこから来ることもあるし、うん、広告代理店から来ることもあるしあの販売代理店から来ることもあるんですけどだから形式違うんですけど大体のパターン言うと、まあ、まず案件の場合はメールが来てで書稿チェックというものが入ります書稿というのはですね、動画じゃないんですよ。うん こういう動画を撮りますよっていう台本のチェックがまず入るんですよ。うん、で、そこにメーカーから修正が入る。メーカーっていうか代理店とかメーカーから修正が入ります。ここはやめてくださいとか、ここはこうしてください。で、それに沿って動画を撮ります。じ、うん、ゃ今度またその動画のチェックが入ります。で、修正が入ったら修正します。で、公開されます。ということは、もうわかりますよね、皆さんね。 メーカーに不都合な情報は入ってないんですよ。うん、初行でチェック修正されてて、動画でさらにチェック修正されてて、うん、っていうのが出るので、うん、表に。まあ、それを一切断るうちは嫌われるわけですよ。まあ、だから買ってやることが多いんですけど。うん、で、うちの場合は、もうテンプレートが僕が用意してあって、英語のテンプレートと日本語のテンプレートで、 さっき言ったうちは忖度しないし動画の事前チェックも何修正も一切しません。好き勝手やります。勝手に評価します。それでもよろしければっていうのをまあ送り返してそれでも OK な企業が提供してくれてます。う,うちはあの日本の企業も何社かありますけど珍しく <laughs> すごいなと思って本当いい会社だなと思って見てるんですけど まあ、それオッケーなところがうちに提供してくれてると思ってくれていいです。で、うちは金銭の授ジ受ュジュは一切ありません。あったら私も金持ちじゃね普通に、<laughs> ハイブラバかカってるわ。<laughs> で、まあ、それだからいいってことを言いたいんではなく、えー、っとですね、あの、最近ですね、うちみたいなチャンネルが出てきたので、えー、露骨に、 あいつ案件だからもうみんなやめたっていう視聴者さんたちがうちに集まってるじゃないですか。うん、でコメント欄に書かれてさっき初期の頃書かれちゃってたから名指しで「うん、あの YouTuber さんどう?」とか「やめてください」って言って俺削除してたんですけど、うん、他のチャンネルの攻撃はやめてください特にな指しは絶対にやめてくださいっていううちも決まりが作ってるのでやめてるんですがもしこれ見て書かれた方もえー 特定のユーチューバーさんとかチャンネル名書いてあったら削除します。問答無用で。で、攻撃したいわけじゃないので、考えてほしいので皆さんに。で、こうやってね、忖度って言葉が政治含めて流行って、忖度レビュアーとかって言葉もレビュー界隈で流行って、巧妙になっておりましてですね。 広告代理店メーカーさんもバカではないので、うん、初行動画チェック時点で、まあ、その前から話し合いあるんですけど、メールとかで、あの、べた褒めしちゃうと逆効果なんで、ここは悪く言いましょうとか、ダメージがないところの悪い部分を、だからそれがデザインであったりとか、うん オーディオだったら音質に関係ないところだったりとか、うん、もういかにも忖度せずレビューしてるようにシナリオが書かれてるんですよあとは昔は他社の製品と比べるのは絶対やめてくださいっていうのは規則としてあったんだけど案件の時は最近は他社と比べることでああ忖度なくやってるなって思ってもらえるので他社と比べるさせるのはありなんですよ。操り人形みたい だからそれでだからレね。レビューアーがもういやこうやった方が視聴者に怪しまれないんじゃないですか。で、色々話し合って決まっていくので、うん、じゃあこうしましょう。じゃあこうしましょうって言って本当巧妙になってて、俺の場合はリスト持ってるので。うん、あ<ー>あ、視聴者さんからもうこのチャンネルは忖度ゼロで本当に正直にやってくれてるんで応援してます。っていうコメントがバーって並んでるところも。 案件に入ってたりとかするので、もうね、結構ショック。逆に、も何やってんのっていうね、ただそれをね、僕がちょっとまあ友人とかに、どう思うつ時に、そりゃ生活かかってんで、それで食ってんだから、しょうがないでしょって言われたんだけど、その時俺が言い返した言葉が、いや、暮らしていくのは大変です、うん、で、暮らすために YouTube やってる方たち、専業でも、兼業でもいっぱいいます。 お金は稼がないいと生きていけませんじゃあそお前の言ってるその食っていくためだからある程度しょうがないじゃんとかしょうがないじゃんっていうのが通用するならじゃあ食っていくためだったら犯罪を犯してもいい、ね、ですかで僕はまあ政治家もつながりがあるんで、まあ、誰かは言わないですけどもう捨て間の法案早く通せとずっと言ってます。 で今投資層になってますステマとかそういう結局消費者が損をするそういう巧妙なもう宣伝方法広告の方法はやめさせろ、うん、法律で取り締まれっていうのをずっと政治家に言ってて官僚にも言ってますけど、まあ、それがねもう法案は草案が作られててどんどん進んでるんですけどもう俺は違法にすべきだと思うんだよね。うん まあまたそこをくぐり抜けてくるの出てくると思うけど、結局、あの、広告してるだけなの。レビューじゃないの。レビューという名の広告に今時は全部なっちゃってるんで、結局買わせるため、購買意欲を煽るため、買わせるため、まあ専門用語使わないです。インサイドとかいろんな言葉ありますけど、まあそのために企業代理店等がお金を払って、 レビューアーと呼ばれる人たちにやってもらって売るためにやってる広告なんですよ。うん、でさらにですねほとんどの方たちがアフィリエイトやってますけどうちはやってません。かアフィリエイトのアカウントを削除されたって話をこの間う動画でしましたけど、うん、全く使わないんでグーグル側から「使ってないなら削除しますよ」確認メールまで来て「どうぞ」って言って、うん、うちは YouTube のアカウントしかなくて。 Google AdSense のアカウントはないです。なんで、アフィリエイトできません。じゃやりたくても。まあやらないですけど。アフィやってるってことは、レビューアーさん自体が販売員なんですよ。うん、なんでかっていうと、自分がレビューした商品が売れれば売れるほどアフィやってるから、自分にお金が入ってくる。ってことは、その人はそのものを売ってる販売員さんだ レビュー,アーさんんじゃないんですよ、うん、いや本当にレビューしなったらいとらアフィアフィがあるってことはいやアフィは一応つけてるだけでっていう人もいるけど絶対人間なんであ,あこっから買ってもらったらテンパーバック入ってくるなとかいくら入ってくんなって頭は働くのでそれは絶対に先入観としてレビューする時もああ買ってもらったら金入るなっていうのは頭の奥底にあるから出ちゃうので。うん レビューにで僕も人間なんでもしアフィをつけたらそうなる可能性があるので、えー、でみやびを入れることで忖度絶対できないシステム俺が本当に忖度しちゃってもできないようにうちはシステム作ってるじゃない。みやびはもう撮影5秒前まで製品知らないし撮影になんなきゃ音聞けないし製品触れないしでもうここでリアクションしちゃうから。 で、提供って聞いて、みやびが忖度しようと思ったところで、この人テンションで分かっちゃうので、いい悪いが。でも絶対できないようにしてるけど、うちでもしアフィやって、みやびにもお金が入るってなったら、みやびも絶対に悪気なくても、あ、お金入るなと思って変わっちゃうので。うん、作るよ、私。だからうちはアフィやってないんですよ。うん、絶対に。いや、アフィやってくれれば、 チャンネルのちょっとでも応援したいんでお金になればっていう声もいっぱいいただきますけど、うん、でも僕はアフィアやりませんっていう理由はそれです。うん、濁るので、うん、評価が。だからもう基本アフィアやってるレビュア屋さんいたらもう販売員と思ってもらった方が俺はいいと思うし本当にレビューはしてますって言い切るんだったらアフィは取るべきだしやらないべきだしだってレビューしてる人が売ってるっておかしいじゃん。うん、確かに。 それは販売員だから、うん、結局だからもう今時のレビューっていうのは広告なんですよ。うん、レビューサイトもそうです。大手、名前出さないですけど、大手のいろんな企業、出版社のレビューしてるサイトもお金もらってやってるところもあるし、広告で、がスポンサーなんで広告です。レビューじゃないです。うん、で、本当のレビュアー屋さんっていうのは、 広告スポンサーからじゃなくて、代理店からでもなくて、出版社とかそういうところからギャラを、まさかずとかそうだけど、まあ俺もレビューやった時はそうだけど、うん、出版社とかからギャラをもらって、レビュー原稿を書いてくださいと言われて書くので、で、そのレビューがちゃんとしてないと、編集者内なんなりから怒られるし、もっとちゃんと評価してくださいとか言われるし、そうなってくるんで、うん、違うんですよ。 金もらってっから一緒だろってよく突っ込まれるんだけど、うん、違うんですよ。で、そこで、僕らも、読者さんが読んで、あいつ嘘書いたじゃんっていう記事をもし書いたら次読んでもらえないんで、結局仕事が来なくなって、お金稼げなくなるんですよ。うん、だから、前から言ってるけど、広告塔みたいなレビューしてると、 視聴者がどんどん減ってって再生されなくなって案件も来なくなって終わるよって言ってんだけどさっき言ったみたいに巧妙になってます。忖度してないように案件だと思わせないようにレビューをするように作られてってるのででも実はそれは案件なんで。んだね、ただそれがねいい製品の場合はいいっす。 案件だだろろううがが広告だろうが買ってでもよくないものもそれをやってしまったら買った人たちが被害を受けるし、うん、やっぱり本気で大切なお金で何個も何個も自分が欲しいと思ってる製品をレビューしてるサイトなりチャンネルなりを見てどうなんだろうどうなんだろうって本気でみんな考えて研究して。 大切なお金を使うか使わわないかを判断するわけで、うん、その責任ってすっげーあるから金になるからいいやでやってもらっちゃ本当に困るし、うん、まあ本当にだから俺はどんなに巧妙になっても視聴者さんたちはバカじゃないと思ってるんでまあ、消えてくと思ってますただももう絶妙にいい人もいます。うん 案件を案件と見せない。うもう本当にやってます的に見せるのが上手い人もいるんで、まあその人に対してお前案件じゃんって言うつもりもないし、告発するつもりもないし、ガーシーじゃないし、別に俺正義の味方じゃないんで。ただもう、レビューじゃなくても、もう捨て間がある時点で、あのね、前も言ったけど、有名芸能人が、 インスタ、インスタがね、結局案件ってまだまだにインスタが王国なんですよ。YouTube とかよりも。で、インスタで、ストーリーで、あの、な。その商品を、ただ、ストーリーの写真に写ってるだけで、100万、200万円もらえてしまう世界なんです、手間というのは。で、有名、影響力があればあるほど、その金額は上がっていくし、 で、インスタの場合なんでそれで100万二0 0万出るかってもう分かってるから露骨にやったらゴルステマじゃんってバレるの分かってるから「あのお風呂ナうとかっていう「お風呂入ってます」みたいなストーリーの時にシャンプーが写ってたりとか、うん、ファンは見るから大好きな推しが「うん、あこのシャンプー使ってるんだそのシャンプー買おう」って、うん、すると普通じゃん自然じゃん。うん それでお金もらってるわけで、それをなんかストーリーじゃなくて、ちゃんと投稿で、しかも、あの、このシャンプーいいよなんて言ったらもう完全に金もらってんじゃん、うん、こいつ。反感、うん、買うから、どんどん巧妙な手口になってってるけど、それはもう良くない。うん、最終的に、なんで良くないって言ってるか、買った人たちは真実を知るわけで、うんうん、結局その後どうなるかっていうと、 その企業がダメになってくるだ。うん、だ誰にもいいことに、だから目先の金は儲かるよ。うん、ね、あの、インフルエンサーの人も、うん、企業も。ただ、損してるのは視聴者なんで、うん、最終的にインフルエンサーも企業もダメになるので、そんなことはもうやめませんかって、やめた方がいいから俺はもう政治家とか官僚にもう法案早く通せ、ステマ法案バンバンやれって言って、規制しろって言ってるんですけど、うん まあ、ね、こんな動画を今日上げたんで、えー、僕はもう本当に完全にブラックリストに入って、もう、日本の企業からは絶対に案件のもうオファーは来ないって思ってわざと言ってるんですけど、うん、もう返事するのめんどくさいんで。うん、<laughs> まあ、なんだろう、う提供するけど、あの、お金も払いますよみたいな時も、 お金だけ断って、で、チェックも何にもなくていいならって言ったら、じゃあお金なしで提供だけするんで、やってくださいっていう企業も過去にはありました。うん。ちは本当お金もらわないんで。もうもらっちゃうと思うもうね、あの、経理処理とかめんどくさいんで。え<ー> <laughs> 裏の事情。<laughs> <laughs> そんな小銭で、ね、あの、ああ、税金がーとかめんどくさいんで、うん、<laughs> もうね。 これって雑所得になるの何になるのとかもうめんどくさい <laughs> 税理士に聞かなきゃならなくてめんどくさいんだよだっていらねえよって話なんでだからだいたいうち金儲けするために YouTube やってないじゃないですか、うん、やってたらこんなクソ赤字なチャンネル2年もやるわけないんで、うん、だから目的が本当違うのでだからあの食うに困ってないとか食うためにやってないからいいよねっていう妬みもやめてください、うん 僕らは食うために必死にやってるんですって言っても、結果は君ら潰れるよって僕は予告しとくんで。当たるよ、うん、マジで。毎回毎回。ずっと YouTube で食っていきたいんだったら、視聴者に一番メリットがあって、視聴者に感謝されて、もうこのチャンネルの言ってることは、絶対に信用できるからっていう人がどんどん増えてったら一生食えます。そのスピードがビューンって伸びんじゃなくて、徐々に徐々にでも、 長くずっっと食っていけ,るけどみんな我慢できないんだよね、うん。ビューンって伸びて月何百万入ってきました。うん、今まで何十万だったのが100万超えました。200万になりました。300万になりました。案件入れて500万ぐらい毎月入ってきます。で浮かれてたら1、2年で入ってこなくなるよ。まあいいよ。月300万。年間3600万。2年続いて7000万。稼げました。その後入ってこなかったらたったの7000万だよ。うんまあその2年で 10億とか、まあ、サラリーマンの障害年収の2億超えて、2億何千万。稼いだんだったら、サラリーマンと同じ生活その後すれば、ただ税金で半分持ってかれるから、億超えたら、まあ2億だったら1億しか残んないから、まあ10億として5億残りました。5億残りましたって言ったら、あと何にもしないでも暮らしていけるから、うん、いいけど、2年で10億稼げないんだったら、ちゃんとやった方がいいと思う。うマジで。 も当たり前だもんね。うんうん、見てくれてる人がね。うん、そう。いてこその,のにね。だから俺が思うのは、テレビなんてもうくだらない、テレビなんか見てられないって言ってる人たちが YouTube 見てるんですよ。うん、でも YouTube ってテレビと仕組み全く一緒なんです <laughs> Google がやってるわけだから、うん、広告スポンサーでやってるのが YouTube。うんうん 広告スポンサーでやってるのがテレビだからタダでやってるわけだからだから広告出るわけだから、うん、テレビは CM が出るわけだから仕組み全く一緒なんで。ってことは広告スポンサーには YouTube も逆らえないしテレビも逆らえないし広告スポンサーに不都合な内容は流しません、うん、そこを忖度すんな真実を報道しろってテレビ叩いてるけど YouTube も同じですから。うん なんでテレビだけ叩いても絶対見ないテレビなんか持ってないテレビなんかくだらない言ってること嘘ばかりとかってもうねツイッターでもガンガン言ってる人いますけどなんでじゃあ YouTube 見てんのって話なんですよ <laughs> テレビと全く一緒だよって <laughs> よく考えたらね、うん、あの YouTube の広告スポンサーに都合の悪いことは削除されるかバンされますはい都合の悪いことは流れてないですだから俺真実なんてないよって前動画で語ったけどうん、うん 本当のことは言えないよっていうのは、うん、そういうことなので、うん、テレビと変わんないでね全くまあそうだね、うん、管理者がいながらもね全く変わんないので構造がテレビと一緒なんで,、うん、でそこも意味わかんないからもうん、まあ本当にねもうなんか皆さん真剣に一回見る側もやる側もチャンネルを考えた方がいいですよっていう動画なんですけどまたこれで嫌われるんですけど僕らは 僕ららはって言っちゃってて言ちゃいいかみやびにね今日何語るか言ってないんで確認しないか今確認しますけど別にどこのチャンネルともつるむつもりも予定もこれからもないから別に全チャンネル的にもあったっていいよね。私じゃないもんね俺ら YouTuber じゃないから別に、うん、YouTube のチャンネルやってる人差し同士で仲良くするつもりもないしつるむつもりもないしまあヌフちゃんはねなんかコラボしたいって言われるからコラボ。 してますけどでもうちとコラボして大丈夫なのって必ず聞くからねうちみたいなチャンネルとコラボしちゃって「ぬふ大丈夫なのお前」って聞いて「いやそれでも大丈夫です」って「やりたいんです」って言ってくれるからやってるけどまあうちとコラボするメリットが絶対ないし、うん、で別に他のユーチューバーと仲良くつもりもないし、うん、コラボするつもりもないし、うん、うちはもう 孤独にね、うん、二人でずっと我が道をぶれ,ぶれずに行くだけなんで,す <laughs>、うん、で。それをいいと思ってくれる人たちだけに見てもらえればいいよっていう姿勢なんでいいんですよね。うん、大丈夫ですよ、うん。ここで確認してますけど。はい、<laughs> うちね、打ち合わせないんで、本当に。すべてリアリー、リアリティ、リアルでドキュメントとしてやってるんで。 私、最近のらりくらりだよね。だから何か、うん、この体制とこの体制で、うん、もちろん OK! ってな感じだからだからまあちょっとね話それましたけどそういうのも含めていろいろ皆さん考えてみてもらってまあ、何か意見があったりしたらコメント欄に書いていただいただ他のチャンネルの批判とかのコメントはやめてくださいそれが入った場合はすぐ削除します今ちゃんと言ってます削除しますううどひどい場合は。二度とコメント書けない措置取りますので。 ストアあなた、それされた人は二度とうちのチャンネルにコメントかけませんので、そういう機能ありますんで。<laughs> ええー、本当に名指しであのチャンネルはどうだとかこうだとかっていうのはやめてください。こういうもう時代に、YouTube に限らず、インフルエンサーなり何な,なり芸能人含めてステマとか案件とかで巧妙に売ろうとしてくる時代だから、 皆さんはどう思いますかっていう動画なので、それに対して意見があったらコメントしていただけるとと思います。本当は、だからあのね、あの、こういうこと語ってるのはね、あのだからね、今日ね、どういう動画撮るかは言わず、みやびに大丈夫って聞いたのは、うん、芸能界ってスポンサーありきの世界だから、うんうん、テレビメインで。うんうん、俺がこういうこと言ってると、 あなたの仕事なくなるかもしれないんで、影響するかもしれないんで、大丈夫って聞いた宮城がいいよって言ったんで喋ってるんですけど、それ打ち合わせじゃなくて何喋るか言わず、ちょっとお前の活動に支障が出るかもしれないことを今日喋るかもしれないけどって聞いたらいいよ別に。だから案件をちんの私のオーディションがって書いて、全然関係ない。<laughs> まあ別に俺らね、ガーシーみたいに裏喋って、芸能界の裏喋ってるわけじゃないしね。うん あそこはどうだここはこうだとかじゃなくて社会的な問題として今こういうことになってるけど皆さんどう思いますかっていう問題定義してるだけなんで会わないで会わないで、うん、私からお断りをってしする精神でいくだんだん俺化していくのうんライジンするでも俺化するとねあのね毎日楽しいよ <laughs> なんかさいいよね振り切れるって最近思ううんていうかねなんでみやびにもそういう話をしたかっていうとですね まあさっきしたんですけど、うん、動画でも言いますけどクライアントというものが存在すると相手の闇につけ込んんででくるんですようん、うん、だからあのお金が欲しいもし YouTuber がいたら「あ君お金欲しいんでしょう」とか「登録者増やしたいんでしょ」とか「再生数増やしたいんでしょう」っていう弱みにつけ込んで「じゃあこうやっていくらあげるから」でもそれやりたくないことでもやっちゃう人の方が多いんですよ。うんうん、でそれは芸能界も同じでまあ権力者だったり。 キャスティング権限持ってる人だったり、まあそういう人たちが匠に、えー、君出たいんでしょだったら、まあこれ以上言わなくてもわかるでしょいろいろガーシーが言ったから。うん、っていう世界なんですよ。うん、で、みなびとかうちに逃げてくる子たちみたいに、だったらいいですって断る人って少ないんですよ。うん、ほんと少数なんですよ。うん、あとは受け入れてしまうんですよ。 ででんんじゃうんでしょ、うん、有名になりたいからとか、うん、で病んでいろんなことやらかすんですけど、うん、で事件になっちゃうんですけど、うん、それは病んでって当然なんですけど、うん、そういう世界なんでそれは別にあの、うん、ね枕とかそういうだけじゃなくていろんなプレッシャーかけられますいや出たいんだったら言うこと聞けが、うん、えっと出たくもない番組に出ることだかもしれないし、うん、共演したくない人との共演かもしれないしそれはいろいろな形があります。ただそこに クライアントがいるってことは付け込まれまれすなので僕は前から言ってるけど僕はクライアントがいません、うん、クライアントなしでお金稼いでます、うん、その方法は教えないって言ってますけど <laughs> <laughs> 聞きたい方は1億円くれたら教えます <laughs> いやそれそれ以上の価値あるんで行、ね、きたーいじゃあ1億円頑張ってみやびのスマイルが1億円 <laughs> 1>、ね、だからほんだからね別にだったらいいよ 俺すぐ言っちゃうんで、うん、まあいろんな人が俺が困ってそうだったり欲しそうだったりなんかあったらすぐ来ますそうやってうん、うん、でなんか条件ついた瞬間に「だったらいいやってだったらやらねえよ」とか「いらねえよ」とか「帰れよ」とかってすぐなるので僕はなのでだからそれが「俺の秘密を持ってる人はバラすよ」って言ってきてじゃあバラせよで終わっちゃう <laughs> んです うそういう人そ,そういう人生の方がひもじいずむがどんどん受け継がれていくただ僕他人のためなら我慢するんで今とっても我慢してることがあるんですげえストレスたまってるけどね私もストレスそれは <laughs> ね。うん。う俺のことだったらもうブチギレるなり絶対前にこのまもう二度と来んなとか二度とお前と関わんねえで終わっちゃうんだけど、うん まあ他人が絡んでることなんで僕は我慢してるのでブチギレるのもまあそれはストレスになってるんですけどマジグミ茶色 <laughs> 今全部汚いことが思うオブラートに包んでみたまあいつもの間だったら動画で言ってますうん間違いなくね <laughs> まあ文句あんだって来いよっ,って、うん、あて名前言って俺裏でやんないんで正々堂々と全世界公開の場であの手前陰でごちゃごちゃ言ってんだったら来いよっ,って言う人なんで。うん それを言うのの我慢してるでストレス溜まってるんですけどそういう性格じゃないんだよね僕はね本当はねそうだだよ病化してん嫌なもんは嫌そう病弱悪化の原因の一つでもあるんですけど大きなこれで本当にチーンって言ったら人殺しだからねその時はよろしくえっ任せてあ芸能人生どうでもいいからも殴り行くからみまあそんな感じなんで話しとりましたが皆さん本当考えてくださいというわけで私はドローンしますちょちょちょ <laughs> 本当語り自由だな、うちは <laughs>。<laughs> はい。まあでもね、なんかまあ前半のね、その元の話にたどると、まあそういうこともあるからみんな自分を、私もツイートしたけどさ、自分の見たものを信じて、感じたものを信じて、いくつつも、やっぱりちゃんといろいろ調べていって、ちゃんとこう自分の、あ、こうなんだなっていうのを知っていくと、まあ自分のためでもあるからね、そういう策もね、いろいろとね、あの、皆さんも、こうなんていうの。 武器として手に入れたらいいんじゃないかなって思いました。そんな感じで今日も終わります。ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、登録お願いします。じゃあねー。